ミティラロッジコラムリーブリーセックス1627リベルトゥス・フロムンドゥスはスペイン領南ネーデルラントの神学者、科学者である。コペルニクスの地動説に対して反対する著書ハンアリスタルコス論を書いたことなどで知られる。北高トリエージュに生まれた。リエージュのイエズス会の学校で学び、ルーバンのファルコンカレッジで哲学を学んだ。コルネリウス・ヤンセンの友人となった。 アントワープで教師をした後、ルーバンに戻って教師となった。自然科学に興味を持ち、物理学や数学の著書を出版した。流星の権威として知られるようになり、デカルトから論文を受け取るが、デカルトの意見に対して批判的であった。科学革命が進行する時代であったが、フロムンデスは古い考え方を擁護した。哲学を教えながら進学を学び、 1628年に進学の博士となったコルネリウス・ヤンセンの死後に出版されたアウグスティヌスから影響を受けたコペルニクスの地動説に対してハン・アリスタルコス論を書いた地動説はすでに論爆されたアリスタルコスの説に過ぎないと主張しもしも地球が回転しているのならば風は常に東から吹き風に逆らって音を聞くこともできないであろうなどと述べ アリストテレスとトマス・アクイナスを援用し、地球は宇宙の中心に生死すべきであると主張した。科学と宗教との闘争ホワイト、森島常夫岩波新章。ありがとうございます。